いきます。すいません、授業中ですか？昨日はどうもすいませんね。もう一度ちょっと聞きたいことがあってお尋ねしたんですけれど、生徒さんはまだ来てないですか？帰ってください。出てください。あのですね、ここに高木さんが出てください。はい、どうぞ。これってここですよね？知らない。はい、どうぞ。この棚ですよね？この下駄箱ですよね？出てください。証拠をここにあるんですけど。知らないですか？出てください。あの、今日ですね、申し上げますけど、はい、警察の方に言いましたんで、はい、はい、あの、被害があったら言ってくださいってことなので。でも、ここで被害が出てるんじゃないですか？はい、出てください。だって、ここに親御さんたちが子供を預けてこういう状況になってるって申し訳ないって思わないんですか？出てください。何も感じないと。出てください。それしか本部に言うなって言われてるんですか？いや、出てください。事実はあったんですか？出てください。お願いします。前に進まないんですよね、それじゃ。出てください。嘘をつくんですか？嘘もつきません。出てください。あなたと話す気はありません。早く出てください。早急に解決しないとどんどん大きくなりますよ。一つの小さな嘘はどんどん大きくなって自分を潰しますよ。あなたの気持ちはないですか？出てください。俺でも分かります、そういうのは。はい、出てください。ここですよ、ね、あなた不法侵入ですよ。訴えますよ。いいですか？不法侵入じゃないですよ。話を名前も名乗らないで入ってきてるの、これ不法侵入じゃないですか？はい、出てください。名前を名乗ったら、はい、出てください。出てください。出てください。あなたとお話しすることはないです。ここで働いてましたよね、この人。出てください。なんで白切るんですか？出てください。調べはしてるんですか？何も調べてないんですか？出てください。今どういう状況なんですか？教えてもらえませんか？出てください。あなたはどこから来たのか私は知らないですけど、出てください。どうしても。出てください。話すこと何もないです。出てください。早く出てください。村上さん、出てください。はい、失礼しました。